はい、皆さんこんにちは、バンビーです。今日もねランクマッチの方やっていくんですけど、今日はなんか強者の方々をツイッターで僕フォローしてるんですけど、なんかね強者の人たちがレッグーザ強くねみたいなツイートをねちらほらしてるんですよね。なので今日はその真相を確かめるためにレッグーザ使っていこうと思います。で今回使っていくレッグーザなんですけど、レッグーザといえば剣舞神速がね強いというところで、まあ、シルクのスカーフをね持たせると、なんか剣舞のワテラシルク神速でコライドの無振りだったら落ちるよみたいのがねあるんですけど、まあ素早さ上げた方が強いでしょということで、まあ竜前型で使っていこうかなと思います。で対戦相手の構築は未来の堤ということで、まあ、かなりねゴリランダーを絡めてレッグーザを通していきたいなという印象なんですけど、まあ、ゴリラレッグーザ確定の、まあ、ゴリラがね振り対面、まあ、オーガポンなんですけど対面したらちょっと最悪なんで、まあ、ガオガエンでも投げておきますか。あんまり刺さってるような気はしないけどね、対戦相手の流星さんよろしくお願いいたします。まあ、未来ドンはね勝てんのかな、どうなんだろう。まあ、正直わからないけど、まあ、レッグーザね、まあ、確かに竜舞した後結構強いし、まあ、今回竜舞だけど、まあ、スケールショットの方にしました。まあ、素早さをねガンガン上げたら強いかなというところで、まあ、このようにしたんですけど、まあ、ただ一つ言えることとしては、まあ、ちょっとランドロスにステロ巻かれると、ちょっとじゃないね、かなり嫌ですね。まあ、一旦はたこうかな。相手、うわ、飛行テラスか。いや、もう、許してよ。それは許してほしい。いや、ガオガイ引くか悩んだんだけどね。飛行テラスでしょってことは、まあまあね、まだ参えるか。テラバーストで、これがラッシャーいるかどうかだよな。強すぎー。まあきついんだよな、ここら辺は。まあレッグーザで、まあ竜舞するんだけど、でこれね、相手の裏次第ではまあ全てを貫いていく可能性を秘めている。まあ竜舞します。ちょ、ラッシャーやめて、マジでラッシャーやめて。まあどうせスカーフだと思うんだけど、いやーこれね、レッグーザね、まあカイルと違ってね、マルチスケールがないので、もうダメージが痛い。そしてランドス、お前は陽気なのかい、どっちなんだい。まあ、それがねかなり重要になってくるんですけど、まあこれ相手引っ込めてもいいからな。オッケー、いやこれねワンチャンある。4回で落ちるよ。あー落ちそう。でこれでスカーフミラコラの上取れるようになってるんですよ。いやこれね、あのリュウマイスケションにした理由が、まあ、バドの上から動きたかったんだよね、スカーフバドとかの。なんで、まあ、リュウマイ、まあ、スケショウ、ガリョまで転生、ガリョを転生まで入れて、まあ、あと1個ね、実進か神速で悩んだんだけど、まあ、さすがに先制技強いかなと思って、先制技にしてます。まあ、実進もね、範囲的にはありなんだけど、未来のオッケー。あー、これ相手ね、スカーフだったと思うんだけど、どうなんだろう。勝ちです。あ、これ、レッグーザ、舐めてます、相手。はい、オッケー、危ねえ。危ないね。これね、最速生きてるね。ちょ、当ててよ、マジで。オッケー、どうでしょう、刹那。まあ、相手もね、回線が切れたりね、今、5月13日22時なんですけど、まあ、もしかすると、まあ、親にね、早く寝なさい、勉強しなさいとね、言われている可能性もあるということをね、考慮して、まあ確かにね、ランクマッチにあまりないレッグーザですけど、まあレッグーザイコール弱い。まあ確かに前作まではそうだった。ただ今作は分からないよということで、まあ一戦目これはもうサンタレだったんじゃないかなと思います。まあだからスカーフ未来とかまでケアできてるっていうのがリュウマイスケションの偉い点かなと思います。まあ相手がね、最速とかだとまた話は変わってきてたと思うんですけど、まあそこら辺はね、強いかなと思います。まあでもランドがスカーフだったのかな、わかんないけど、まあ勝てたと思う。対戦相手の方ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。ゆずさん、対戦よろしくお願いいたします。相手のパーティーは、無限ダイナと、まあ、いうことで、そうですね、無限ダイナはあまり嬉しくはないんですけど、まあ、レッグーザ自体はね、通り悪くないですね。まあ、なので、まあ、何から投げていくかだけど、カバレックでいいかな。カバレックで、まあ、なんか、受けはね、カバレックミミッキとかで、なんかもう、積みリレーご利用そうかなって考えてたんで、これで行きたいような気はするけど、まあ、キューコンがちょっと厄介か、物理の役割集中とかね。まあ、相手の公式あんまり見慣れないよね。まあ、なんか最近、Q
キューコンでね、壁張るぐらいだったらなんかオーロンゲで、まあコード保証があるからね、いたずら心で。まあオーロンゲで壁張ってる人の方が増えてきたかなっていう感じはあるし、まあガラルマダドガスに関してはそんなに、まあメジャーなポケモンではないんですけど、まあカバレックミミッキュでいいかな。まあ今回ね、そう、レックウザね、まあプラス2、リュウマイトスケショでバドとかミライコライのスカーフ抜けるようにしてるんですけど、まあ一戦目ね、なんかそれも多分ね、いい感じに働いてるんだなーっていうのは感じましたね。なんか使ってみるまでは、まあぶっちゃけ、スケショ型じゃなくてもいいかなって考えてたけど、スケショはスケショでね、こういうなんか強い面はあるなーっていうのは感じましたね。そういえば一日ね、最近動画休んだんですけど、なかなかね、鼻声が治らなくて、体調自体はね、かなり良かったんですけど、鼻声が治らないのがね、あれで、一日、思いっきし休みを入れましたね。まあそしたらだいぶ、まあ良くなったかなという感じはあります。で、相手来たのは、レックウザー。あ、レックウザーじゃねえわ。なんだっけこいつ。巨ジオンだ。はい。まあ巨ジオンはね、まあステロホイールとかでいいんじゃないかな。で、相手もね、ステルスロックがあったりするとちょっと厄介なんですけど、塩漬けオッケー。まあミミッキュで破壊することまで考えると、レックウザーで一匹持ってって、まあ、巨人に一匹、まあ、泣く泣く倒されると思うんだけど、倒されて、で、ミミッキュル全部貫くって感じになるんで、まあ、一旦ホエールで様子見していこうかなと思います。で、ここで相手がステルスロック巻いてくると、まあ、大体この試合負けるんだよな。レックだね。ステロ環境なんで、まあ、痛いですね。まあ、平然と痛いですねって言ってるけど、結構ステロはやばいなって、使って思いますね。使う前まではなんかレックウザーなんか一回巻いたらガチで強くねとか思ってたけど、まあ一戦目ね確かに綺麗に巻いたけど、まあなんか回るのもねそんな簡単じゃないなっていうのは思うんで、まあカバルドンと合わせるのはね結構重要かなと思います。まあテラスタル。このテラスタルのおかげでガレオ転生が、まあ等倍で、入るようになったね。オッケーオッケー。それありがたいですね。まあ、これのゴーストテラスは何を意味するかわからないけど、ミミッキュのシャドークローが、あー、でかすぎ、それ。だから吠えたんで、まあ、噛み合ったんだけど、巨人の HP が半分、そういう系か。はい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 。なるほどね。まあ、だから、できれば巨人がいないときに、こっちとしては竜舞積まないといけないかな。そこは考えつつ、崩していきたい。はい、ウガツホムラ。ウガツホムラはね、まあ、そんなに脅威ではないんだけど、ステロが入らないってことは厚底でしょ。で、まあ、ここ、まあ、自信が一見すると安定に見えるんですけど、相手は巨人バックが割と安定で、そこに合わせるならホエルなんだよな。まあ、一回ホエようかな、ちょっとここは。ワイド、それか。なかなか竜舞を積みづらいですね。いや、勝てるか怪しいな、これ。無限ダイナだとして、無限ダイナの、技構成次第。まあ、ミミッキュが剣舞で、まあ、ダイマックス王とかそういうベースで組まれてるやつだったら、まあ、なんとかなるんだけど、いやー。まあ、だったら悪用したかったけど、ワイブレでいっ、いや、まあ、悪用してもな、あんまり解決にならないからな。で、呪い。で、まあ、巨ジオン側の塩漬けは耐えるから、ここは吠えて、まあ、裏見たいっすね。はい、再生してくれた。オッケー。これね、ウガツホムラ次第だな、本当に。ステロ負けてはいるんだけど。ダイナ、オッケー。ダイナ来たのはだいぶ、ありがたいよりかな。まあ、型がわかんないからね、なんとも言えないけど。まあ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 、そういう系だよね。だから、竜舞して、2回竜舞して、でも、ダイマックス砲考えるかどうかだよな。いや、勝てるか怪しいな、これ。どうなるんだろう。テラスして竜舞する。毒毒される。嫌だ。でも、レックザペラインですよ。まあでも、これはね、ノマテラ竜舞が、まあ、一番いいような気はするな。ノマテラリュウマイして、いやー、いけるかな、これ。ミミッキュレックウザで貫けるかどうかっていう勝負なんだけど、できれば大魔法ないとね、ありがたいけど、ないわけないもんね。あるからテラスして、レックウザペライな、本当に。
まあでもこれはこれで素早さが逆転して、まあ画量転生打つしかないか。ここはスケショでいいんだけど、いやーこれ引きなら龍舞だけど、まあスケショかな。 OK 当てる。あー硬いね。ダイナ234、はいはいはい、3で落とせる。でだ、うがつほむらは倒せるけど裏から来るでしょ。いやうがつほむらかな、厚底じゃなければ。こんな簡単な話はなかったんですけど、やっぱ巨人ってさ、あくび入んないの強すぎるよね。まあガリを転生打つしかないから、まあガリを転生打ちますか。え、これどれぐらい入る。でも火力アップアイテムとかないから、あーまあまあまあ弱いね。はい、弱いけど塩漬けで、いやタクだな。え、待って、これ全然タクだぞ。いやこれは試合に勝つための引き、まあ、再生安定って話はあるんだよ相手は。ただいやこれね、逆にミミッキュで巨人音を削って裏を通すっていうプランが、ステロあったの。え、待って待って待って、それさ、まあんまり試合変わんないからいいか。まあ見物するじゃん。いやマジか、ステロあったんだ。待って、ステロを呪い塩漬け、再生あんの？塩漬け、はい。いやーどうしよっかなこれ。いやヒートスタンプ考えると2回回わなきゃいけないよね。2回待って守るはないから、2枚して、ちょミミッキュ全てを貫いてくれ。いやーレックスやっぱなんかペライな。ダイマックス王ぐらい2体してほしかったけどね。2回待ってほしかったけど、呪い、はい。え、でも呪いは大丈夫じゃない。いや呪いは大丈夫、まあ相手に塩漬け打っても多分守るないから変わんなかったと思うけど、これ落ちるかどうかでしょ。でカバの砂ダメージが1回は入ってるでしょ、うがつおむらに。でまあ厚底うがつおむらが最速なことはないから、だって塩漬け打たれてプラス玉ダメ耐えてるから、多分じゃれじゃれ2回と変わんないから、呪いはそんな変わんなくて。てかステロ持ってたのが偉いな。なんでステロ入んないの、うがつおむらが。多分上取ってる。で、テラス切ってるから、ちょっとして。うぅー、知らないよ、そんな技は。うわー、これ負けた、負けたなとか。マジ、いやー、マジうまいわ、それ。読んで剣舞は打てないもんね。いや、確かになんか呪いちょっと変ではあったよな。いや、対戦相手の方、ありがとうございました。いやー、惜しいね。まあ、一戦目ちょっと短かったんでね。今日はせっかくなんで3戦やっていきますか。はい。まあ、ということで、まあ、2戦目、レックーザ敗北。まあ、レックーザ自体はね、まあ、悪くはなかったけど、やっぱ耐久ペライっすよね、レックーザ。はい、対戦相手の方が見つかりました。イザヨイさん対戦よろしくお願いいたします。相手結構面白いポケモン、ヤミラミがいるんですけど、これはレックーザ投げていいかな。さっきの試合がね、まあ、相手、白バドで、まあ、連撃ウーラ、ガオガエン、ゴリランダで勝ったんですけど、なんか、ロンゲ、ガチグマ、白バドみたいなやつにね、勝ったんだけど、まあ、ちょっとね、まあ、レックーザ投げれてないので、まあ、さすがにレックーザを投げる3戦目を取っていきたいなと思います。コライドンでしょ？まあ、カバ投げたい。カバを投げたいんだけど、ママンボウが結構厄介ですねよね。まあ、ガオガエンまでもう投げちゃおっかな。まあ、初手に、もはやカバ投げて、カバレック。いやー、でもこれあれだよな。相手のコライドンスカーフっぽいよな。いや、なんかレックーザさ、なんか勝ってるけど弱い気してきたな。まあ、これでいこう。対戦相手のイザヨイさんよろしくお願いします。なんか弱い理由がしてきたのがさ、まあ、結構シンプルなんだけどさ、レックーザさ、おでん立てしてやっとじゃん。でもやっぱミライドンとかコライドンってさ、なんか自分で全部、あ、僕やれますよ。って言ってくれるんだよね。なんかそこの差って、とてつもなくでかいよね。闇ラミ。あ、オッケー。それでかいな。闇ラミカバ対面作らせていただいたのは、ありがたいんじゃないか。てか闇ラミ、闇ラミってポケモンが来てくれただけで俺はとても喜んでいる。まあ、挑発とかしてくんじゃない？まあ、自信から行きましょう。まあ、闇ラミがカバにメタルバーストを打ってくることは 150% ないからね。まずいね、それ。これ負けたな、ワンチャン。
もう試合の展開が見えてしまったかもしれませんね。マステロで、いやこれちょっとまずいか本当に。何がまずいってね、これ多分壁展開、アンコールはまあいいや、アンコールはまあいいどころか、まあ、そんなに変わらないとは思ってるんですけど、急車出ないで OK、偉いね。まあガオガエン投げて、カバ投げて、ステロ巻いて、でこれ多分壁からの、うわーもうやだ、陸挑発、陸からの挑発ビルドコライドンとかそういう系でしょ。いやそうだよね、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 やばいってそれは。どうする、威嚇は1回入れたからそこはいいでしょ、そこは1回 OK で、まあでもなんとかはなったりするんですかね。クリアチャームで能力が下がらない、それまずいですよ。まあ一鬼火でいくか、裏目あんまないし、炎テラス、あ、もう、まあまあまあ、まあ、悪くはない、悪くはない。まあ、悪くはないけど、鬼火をね。まあ、カバーで一応、いや、だったら即カバー引きだったな。いや、これね、でも相手からしてもむずいと思ったんだよな、その即カバー引き考えるとさ。ね、その、ね、技選択が難しいかな、みたいのがあったんですけど。まあ、クリアチャームでね、剣舞ドンチされる、カバーあくびする。まあ、はたきだな、これは。ドンチ、はい。さようなら。さようなら。まあ、一旦さようならして。うわー、これむずいな。カバ投げて。挑発、あるよな、でも、ない動きじゃなくないか。いやー、やばいな。まあ、一回自信。いや、そうだよ。まあ、挑発はあるんだよな。うわ、クリッチャー。いやー、こうやっぱコライドンに勝てないのか。まあ、自信打ったけど。硬すぎるってコライドン、お前さ。コライドン、お前。お前。お前、つまんねえよ。まあ、自信で。お前、強すぎるって。いやー、自信打って。うわ、これでもなんかちょっと下手だったな。で、ドレインパンチだもんね、ここは。まあ、自信打って、まあ、剣舞打ってくるかなっていうのはあったけど、まあ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 、いや、まだあるか。まあ、相手の選択次第ではまだあったりすんのかな。いや、一応タクだよね、その、フェアリーテラス、ホエールとかさ、リフがなくなったでしょ。いや、これだったら、まあ、自信でいいか、相手多分ドレインパンチじゃない、うん、ドレインパンチで。いやでもまだ上取ってるっていう世界線があるな。まだレッグーザがコライドの上を取っているっていう世界線があるんだけど、まあその場合、いやでも相手さ、何なんだろうな、スケショ。まあ HA とかの可能性あるよね、硬かったし。まあでも5回当てなきゃいけないな、多分。相手引っ込める ?OK。まあ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 、これは助かったな。闇ラビ、いや、まだ助かってる部類だぞ、これは。オッケー当てる、偉い。まあ、多分、なんだろうね。なんか、流星群とか嫌ったのか分かんないけど、なんか引っ込めてくれたおかげで、まあ、レックンダでワンチャン切り返すことができました。やっぱ、コライドン強いな。まあ、レックンダね、まあ、強くはないわ。弱くはないけど。まあ、竜舞できないと、ちょっと弱いしな。まあ、スケショで無理やり S 上げたけど、ただ、現状 S 上げただけになってるしな。ママンボ?え、それは焼けなきゃいけるくね?いや、それは焼けなきゃいけるぞ。まあ、相手、ハバカミケアした。え、ハバカミ俺いないよな、パーティーに。なんでママンボ投げてきたんだろう。なんかコライドンといえば、ママンボセットで投げるってイメージはあるが、これはなんか焼けなきゃいけるくない?え、最悪焼けてもさ、無限に参ればさ、なんか勝つのか?効果ザール?そんな技あるんですね。いや、これねー、え、相手が何を打ってくるかによるな。え、でも、まあ、薄々気づいてたんだけど、剣舞挑発ドレインパンチとあれでしょ?だから、まあ、相手のコライドンは、レッグーザのドラゴン飛行というタイプに、なんか打点がないんですよ。噛み合いだけど。だからそれは、いいね。で、多分、相手のコライドンあれでしょ ?HA みたいな、やつだよね。
レックウザがさ、ペラすぎてさ、コライドンのプラスにドレインパンチが、こっからまだ負けうるの、なんかレックウザ弱えな。ドレイン、いやーでもこれ行くしかないな、いやーさすがに。いや、多分ガリオだと思うんだよな、正解ここは。マイナス2になるけど、いやプラス、リュウマイだったか正解。いやー落ちるんだ。いや、相手 H ブッパはしてないのか。あ、オーケーオーケー、あーよかった、さすがにさすがにさすがに負けねえか、こっから。オッケー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 、あー危ない危ない危ない、ガリオ転生でいきましょう。まあ、ということで、まあ、なんか勝ったな。だから3戦目さ、俺がレックウザ投げなかったから勝ってるから、試運転含めてなんか5勝1敗とかなんだけど、違う、6勝1敗なんだけど、その1敗も俺がレックウザとハバカミのラス1対面で、まあ、押しミスしてスケールショット打って負けたんだよね、ちなみに。だからなんか勝ってるけど、いや強いって言えないだろこれは。やっぱ噛み合いがなく勝つっていうのがさ、綺麗な戦いじゃん。ただ の、 直近の試合だけ見て、こいつを強いと俺は断言することができないなと、思いました。対戦相手のイザヨイさん、ありがとうございました。いや、だからなんか、普通にカバルドンがカモられ始めてんなっていうのはちょっと感じますね。うん。まあ、ということで、まあ、本日はね、レックウザ使ってみたんですけど、まあ、リュウマイできた時強いんだけど、なんか耐久ペライし、カイリュウと同じ感覚でいくとマルチスケールないのもバグるし、なんか、リュウマイすんならカイリュウでよくね、とはならないんだけども、まあ、プラス2でね、リュウマイとスケールショットで、まあ、スカーフミラコラが抜けるっていうのはかなり強いなとは思いました。まあ、ただね、まあ、一桁を取ってる未来は俺にはね、あんまり見えなかったね。うん。まあ、ただ、剣舞よりもリュウマイの方が使いやすいかなとは思ってます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。